よし、お久しぶりですね。前回はここのセーブポイントで久々のセーブができて、狂喜乱舞して終わったところからの再開になりますね。7個、2人でお皿洗うと早いね。7個かわいいな。俺も7個と一緒に皿が洗いてえよ。調理台。これ7個、これ届かないんじゃないか？ 7 個。7個の身長多分俺のこの腰に届くか届かんかぐらいだもんな、絶対な。俺がこう7個を後ろから抱きかかえて、7個が皿を洗うっていう、2人で皿を洗うってそういう意味だったんだな、7個。俺が後ろから持ち上げてんだ。気になるものは入っていない。あ、てか、こんな、これ赤い箱なんだ、これ。こんなのあったっけ、もともと。この赤い包装紙に包まれた箱みたいな。調べらんないけど。毎回さ、ここをなんか、始めるたびにここ新たな発見があるんだよな。ちょっと考察、お家訪問してみ、お宅訪問。この多分茶色いね、うんこみたいな置物は、これ7個の好みで置いてあるやつですね。で、この和室、ちょ、待ってくれ、この和室。この畳の敷き方、今まで何とも思わなかったけど、意外に珍しい敷き方してるな、こう、横並びの畳をこう、縦に綺麗に並べるっていうね、普通こう、縦横交互になってるやつが多いっていう、ね、この畳、1.5畳分あるじゃないかよ、この畳。普通こう、約90センチかけ180センチの畳がここだけ90かけ225センチぐらいあるじゃねえかよ。この2枚。この並び方。さてはこの畳を剥がすと、こうなんかエクストラダンジョンへの入り口が現れて、ゲーム後半でここからもう地下シェルターに行けるっていうそういう話ですね。防空壕に行けるって話だな。行こう。ちなみに今日はね、酒飲んでません。今日は雨だ、何か映るかもしれない。部屋に戻ってテレビを見てみようか。今日はね、次のセーブポイントまで進めようと思ってさ、シラフでやってます。なので何かいつもと違うこう変な感じになりましたけど、気にしないでください。今日は雨だ。テレビ何か映るだろうか。おい、カーテンの閉め方スタイリッシュだな、こいつ。ちょっと俺も今後ああやってカーテン閉めるわ。今日のニュースにもありました。稲葉市ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。もう今年もか。実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。異常周気象辺で。にお住まいの方はご注意ください。この気象アナの声めちゃくちゃ可愛いですね。今日は稲葉市の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。こんな、なんか11時59分ぐらいにニュースとかやってるもんなんかな。天気予報とかあんまそんなやってなくないか？ 0 時ぐらいにな。そして気になるな、右のなんだこれ。あ、普通に映ってる。誰か映ってんじゃん。また映像だ。どうやら条件さえ揃えば何度でも見られるようだ。前見たやつってことか？違うな。人影が映っている。女性のようだ。和服を着ているように見える。和服映ったら、あれじゃ、ユッキーじゃないのか？この黒髪ロングの和服。ユッキーか座敷わらしかの二択だよな。画像がはっきりせず、誰なのかまでは分からない。これ怖いな、なんか、後ろ振り向いて急にテレビから出てきそうな映像だな。ホラー映画っぽい映像だ。でもユッキーだろ、どう見ても。真夜中テレビの映像に手を触れたらどうなるだろうか。映っている人物に触れることはできるのだろうか。またなんか挑戦的だな、こいつ。スポンって入ったな、今回。人物の映像は消えてしまった。触ることはできないと。そもそも繋がってるかどうかもわからんのかな。明日早速陽介らと話した方が良さそうだ。で、右のシバルバーみたいな置物が気になりますね、やっぱりね。ヌルヌルした動き。今日はもう休むことにした。なるほどな。まあ、なんかこのテレビを通じて中の人と会話したり触ったりっていうのはできなさそうなのかな。おっ、イゴール、久しぶりだな。最初のキャラ作成以来か、ここは。ようこそ。また鼻が伸びてる気がするんだけどな。気のせいかな。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。おお、現実でベッドインすると、ベルベットインできる私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。と。勝手に夢入ってくるのやめてもらっていいですかね。夢の中でまでこんな変なおじさんに会いたくないんですけど。ベルベットルームへ招かれたようだ。再びお目にかかりましたな。てか、ペルソナ4ではフィレモンもニャル様も出てこないらしいから、
そう考えるとイゴールがだいぶね、あのフィレモンの従者だったイゴールがさ、かなり出世してしまったっていう設定らしい。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる。マーガレット美人だな。てかそのイゴールのさ、その強権発動によってベラドンナとかナナシとか悪魔絵師がなんか解雇されてさ、この美人のマーガレット一人を雇い入れるっていう。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った、うんうん、だからマーガレットはこのイゴールが面接して顔で選ばれたみたいな、そういうとこあるからな。そして見事力を覚醒されたのです。覚醒しちゃったな。これをお持ちなさい。なんかくれんのか、カードかなんか。お、鍵、契約書の鍵を手に入れた。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あ、これもらったらじゃあいつでもベルベットルーム入れるみたいなことかな。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう、うん、そうなってくるとこのイゴールがまた急に怪しく見えてくるよな。裏世界を牛耳ってるやつがさ、ニャル様もフィレモンもいないってなったらもう一番怪しいのイゴールだよな。あなたが支払うべき代価は一つ。ほら、代価とか言い出したもんイゴールのくせに。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくこと。これね、選択とか責任とか言われたら2だとねだいぶ重い展開だったんだけど、4はなんかそこまで重くないみたいな雰囲気であるっていうのは知ってるんだけど、まあ、分かったらいいんじゃないか。結構あなたが手に入れられたペルソナ、うん、それはあなたがあなたの外側の人物と向き合った時表に現れ出る人格、相互的アイデンティティってやつだな。さまざまな困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか、うん、しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。ワイルド、なんか肉食系みたいな、ガツガツしてますよ的なことなのかな。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そう、いわば数字のゼロのようなもの。全然違いましたね。ウノのワイルドカードみたいな、そういう意味合いのワイルドか。特別、空っぽ、まあ、特別でありたいね、主人公だけに。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。あ、これが噂のコミュニティってやつか。こっからなんか恋愛シミュレーションが始まるっていう噂なんですけどね。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。あ、じゃあ結構その恋愛シミュレーションを通じて俺のステータスが変化するみたいなことがあるのか。コミュ障プレイを続けていくとだいぶ大変なことになりそうだな。心を育む。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません、うん、ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなっていくでしょう。あれか、じゃあパラメータ変化だけじゃなくてシナリオが変化したりするのかな。メガテン3みたいな分岐があるのかな。あなたに覚醒したワイルドの力はいつこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。こいつ怪しいな、イゴール。急に怪しく見えてきたわ。では再び見えます時までごきげんよう。もう急に裏世界牛耳り始めたイゴールが、上のやつがみんないなくなったからって調子乗りやがって。あ、でもコミュシステムちょっとな、不安でしかないんだけどな今から。俺にできるのかっていうところがあるんだけどね。ということで、なんか陽介エンドとか知恵エンドとかあんのかな。恋愛シミュレーションらしいから。おはようさん。おう、だいぶギリギリで止まってきたなこいつ。昨日の夜中の見たの。見ましたね。あれはでもユッキーだろ間違いなく。誰だかいまいち分かんなかったけど。あれに映った以上ほっとけない。なんで誰も分からないんだ。ユッキーが座敷わらしかなって思ったのかもしれないな陽介も。とにかく放課後様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしれないし。うん、なんか結構普通になってきたな、テレビの中入るのが。まあ、一応クマとの約束もあるのか。また誰かが放り込まれたんだとしたら、
やっぱマジでいるのかもな、犯人。犯人見つけるっていう約束があるからね。そういう被害者が死ぬ直接の原因はあの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら許せないよな。そういうことだな。だからさ、絶対俺たちで犯人見つけようぜ。こいつちょっと懲りてないな。この間なんか主人公願望がどうのこうのして恥ずかしいシャドウを晒したはずなのに全然懲りてねえぞ。だって警察が捕まえられるか、人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。まあ確かに、まあでも証拠はないんだけどな、まだな。うん、いい考えだ。まあ約束は守った方がいい気がするけどね。まあただね、クマも怪しいからね、この世界の怪しい人物ナンバーワンクマ、ナンバーツーイゴールぐらいの感じだからな。約束は守りたいにしとくか。お、だよな。約束は守りたいよな。今の音符とかなんか、好感度上がったみたいなことなのかな。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら、頭突っ込めたんだよ。お前みたいに。お前も突っ込めるようになったのか、ついに。俺が一人でテレビに入れた。あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。まあでもお前気絶してたんだけどね、ペルソナが出た時。もしかすると、事件を解決するために、俺たちが授かったもんかもしれないよな。そうだな。けど、テレビに入るのも、ペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。うん。だ俺に一生付き従えよ、お前は。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。なるほどな。まあ主人公属性は失われてないみたいですね、陽介の。握手。謎だらけの状況の中で陽介は力強く前に進もうとしている。陽介との間にほのかな絆の芽生えを感じる。やばい、ホモゲーになってきた。お、なんだ。なにこれ、太閤立志伝5の武将カードみたいな。我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出して、絆はすなわち誠を知る一歩なり、何時魔術師のペルソナを生み出せし時、我らさらなる力の祝福を与える。魔術師の主人公札を持ちした。陽介との絆に呼応するように心の力が高まるのを感じた。イゴールのことを思い出した。ペルソナ能力はおい出てくんのかよ。心を寄せる力、心とは絆によって満ちるもの。わざわざもう一回読み上げてくれるんだね。イゴール他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。じゃあこっから陽介とはこう絆を深め合うことができるってことだな。コミュニティ、この陽介との絆のことだろうか。複雑だ。魔術師属性のコミュニティである花村陽介コミを手に入れた。コミを手に入れていくんだね、今後は。陽介は戦いへの決意を固め、戦闘中にとどめの一撃をかばってくれるようになった。おお、本当にお前俺に一生付き従うつもりだな。いいぞ、その根性を認めてやろう。戦闘中あなたの HP がゼロになってしまう攻撃を受けそうになった場合、それをかばってくれるよね。いいじゃねえか、これ。これあれかな、主人公死んだらゲームオーバーのパターン。ペルソナ4って。だとしたらだいぶ便利なスキルですね、それ。まあ、陽介が生きてりゃなんとかなるって感じか。里中、その昨日は悪い、心配させて。元気そうですね、ちえちゃん。そんなことよりユキコまだ来てない？あ、そうか。え、あ、天城さあ、まだ見てないけど。これやっぱ入っちゃってんじゃないの、テレビの中。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？どれだね。真夜中テレビに映った人は向こう側と関係してるってやつ、うん、そうか、ちえちゃんだけ事情がよく分かってないんだよな。まあ今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。なんか仲良く談笑してるなと思ったら、その話してたんだな。昨日映ってたのユキコだと思う。ちえちゃんも見たんだな、ちゃんとテレビ。あの着物
旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビュー受けた時も着てた。うん、俺も気づいたけどね。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。これ完全に行っちゃってますね。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから。おい、ちょっと今すぐ助けに行こうぜ。ユッキーを。私分かったから落ち着けって。でメールの返事はまだないのか。知恵に向こうの世界で得た情報をかいつまんで伝えた。それどういうこと？まさかユキコあそこに入れられたってこと？あそこに入れる。あ、ちょっとやめとこう。わかんねえけど、そういうことならとにかく天城の無事を確かめるのが先だろ。そうだな。ちょっとユッキーはもう是が非でも助けに行こう。里中、天城に電話。ユッキーを巻き込まれて、ユッキーは巻き込まれてペルソナに目覚めるみたいな、そういう展開かもしれないな。どうしよう、留守電になってる。留守電、もう行こう、もう今すぐ行こう。ジュネスに出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に。うん、やめてよ。きっと他に何か用事とか。いやー、でも知恵ちゃんがね、ユッキーが映ってたっつうならだいぶ信用できるしな。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。旅館に電話しようぜ。じゃあ旅館に。手伝いって学校休んでか。確かに無断だな。無断休業、無断欠勤だな。とにかくかけてみる。天城屋旅館は、ユキコお願い。いや、もう行っちゃってるでしょ、向こう側に。あ、ユキコ？よかった、いたよ。いやいやいや、怪しいぞそれは。本当にユキコかね、それ。俺と変われ。あ、そっか。いや、これは怪しいな。ニャル様、ニャル様が会話してる可能性。何でもないっす。また後でメールするから。絶対なりすましてるだろ誰か。よかった、ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。いやいや、あー、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。なんかこの自分に言い聞かせてる感がすごいもん、ちえちゃんの。明日もずっと旅館の方にいるって。ほら、明日も来ないとかおかしいじゃない。で、花村、いらない心配しちゃったじゃん。いや、もうこれ旅館に見に行こうよ。じゃあユッキーいるかどうか。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ。まったく。いや、一応確かめに行きましょうよ。悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。うん、どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう。いかにもありそうじゃん。そう。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。確かめよう。とりあえず旅館に行こう今すぐ。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。ジュネスにテレビの方に行くのか。旅館に見に行った方が早いんじゃないか。テレビに行ってジュネスから中入ってってことか。向こう側探すっつってもね、果てしないからな。向こう側、昨日起きたことを改めて知恵に詳しく説明した。まあまあ俺の痛い体験とかその辺はいいからな。自分で痛い体験、まあ痛いか。そんな話普通絶対信じないよね、実際にあの中見てなかったら。まあそうだな。今回じゃあ知恵ちゃんも一緒に入るってことか。まったくだぜ。で、とにかく中の様子を知りたいわけなんだけど。うん、珍しく客が。なんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。セール中か。このテレビ売られないように注意しとけよお前。なんとかクマくんの話聞けないかな。クマくん急になんか仲良くなってるな。そうだ、
ちょっと来てみ。なんでまたなんか余計なこと思いついたんじゃねえだろうな。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ入り口でうろうろしてんだ。これ向こう側から見たらどうなるんだろうな。あのクマがいつも出してる三段重ねのテレビみたいなのから手がニュって出てくるような感じなのかな。里中、お前はこっちね。俺と一緒に壁やって。これ見えちゃうだろう、横のやつから。大丈夫かよ、これニュースになるぞこんなの。慣れたもんですね。手招きでクマを呼んでみた。何か噛みつってか、手招きしてもさ、これなんか手話かなんかじゃないとさ、意思疎通図れなくないか。クマのやつ噛み上がるのか。どうしたよかったな、手残ってて。まだバカ、声でかいって。下手したらね、手首から先がなくなってる可能性あるからな。歯型ついてるし、ちょ、大丈夫？あいつ歯ついてんのかよ、中身空っぽのくせに。問題なんとか大丈夫。泣けてきた。まあ、なんとか大丈夫。そんな強く噛んでないだろう。歯立ててないだろう、そんなに。うわ、痛そう。もう、クマの仕業だな。あいつ歯があるようには見えなかったけどな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ？クマ吉、クマ吉はちょっと、まずいんじゃないですか、その名前は。なになに？これなんの遊び？普通に会話できるのかよ、手とか突っ込まなくて。便利だな。遊びじゃねっつの。今中に誰かの気配はあるのか。これ便利ですね。トゲかって誰？クマは今日も一人で寂しんぼだけど。寂しさアピールか。何気にこいつも一人で寂しい思いしてるのか。むしろ寂しんぼーいだけど。寂しんぼーいか。うっさい。けど誰もいない。本当に？嘘なんですかない、クマ。クマの花は今日も美人物語、クマ。お前なんかこっちの現世の話全然知りませんみたいな予想ってたけど、古い、結構古いネタ知ってるじゃねえかよ、お前。ビンビン物語とか知ってんのか。私、やっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。いや、ほんとそれ、てか最初から旅館に見に行った方が早かっただろう、絶対。土日は旅館が忙しいだろうから、一人で出歩いたりしないと思うけど。うん、そういえば今日土曜日だったな。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。みんなで今から見に行こうぜ、天城屋旅館にさ。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何か分かるかもしれない。今夜まで待つ感じ。全部勘違いならいいんだけどな。ちょっと危ないんじゃないですか、それは。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。まだ携帯の番号をやり取りしてなかったのか。陽介と携帯電話の番号、ちえちゃんも交換しようぜ。陽介だけか。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。いや、なんか手遅れになりそうだな。あの時映ったのは本当にユキコだったのだろうか。今夜テレビを見なくては。いいじゃん、ちょっと旅館覗きに行けばね、わかると思うんだけど。まあちょっと仕事の邪魔したくない的な、そういう後ろめた。なんだこれは、良太郎パートが始まった、急に。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。まあ確かにな、自殺してってのも難しいだろうしな。ああ、うん、早く解決してくれ、良太郎。警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。ここの BGM ライドっぽいな、なんか推理パートみたいな。けどだとするとどういうことだ、これは。どういうことなんだ。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。三角関係のもつれ。事件当時、歌手の柊美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。あ、1件目の事件の方だね、三角関係のもつれ。というかそもそも愛人問題がメディアに出たのは美鈴本人が会見で暴露したからだ。うん、
これから殺そうってのにわざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。確かにな。ですよね。旦那の生ため太郎にしてもいくら揺さぶっても何も出てこないしな。生ため太郎、奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に住めてた、うん、もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生ためと接触した形跡は全くないときて。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ秘書クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。なんかこういう推理パートもあるのかな。俺が推理しなきゃいけないみたいな。うん、確かにな。それはないか。しかも2件目の小西咲、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい、うん、派手にやっちゃってますからね。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体隠すどころか見てほしいってことね。派手にやっちゃってるからな。他のつながりっていや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいだ。あ、これユッキー死んだりしねえよな、さすがに。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はある、うん、ですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話もう出てんのか。亮太郎もちょっとニュース見た方がいいんじゃないの。家で七子と一緒にさ。よし、わかった。やっぱあれじゃないですかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない小西咲だけにわかる何かがあったとか。それを口封じしたかったんですよ、きっと。うん、まあ、口封じにしちゃおかしいっていう話の流れだったはずなんだけどな。ともあれ、今は会社周りをしつこく洗うしかねえが、まあ、旅館関係者とかが死んだらもうあれだな。何だ、町の人間だな、うん、あ、出ましたね、刑事の勘。勘かよ。まあでもだいぶ狭い範囲の事件ではあるよね、田舎の。まあでも議員とか関わってるからでかいっちゃでかいのか。おかえりなさい。お、ちょっと奈々子、あ、明るい声で出迎えてくれた。嬉しいじゃないか奈々子。全然こっち向いてなかったけど奈々子。答え難しいね。何？クイズ番組も、ちょっと俺得意だぞ。俺ウルトラクイズをさ制覇した男だからな。任せろクイズ番組。そっとしておこう。確かに子供が頑張って答えようとしてる横でこう得意げにあれはなんとかでつってね、解説始めたらうざいよな。俺そういうのが好きな傾向があるからな。そう、横で答え教えてあげてよ。クイズ番組見ようぜ一緒に。ウルトラクイズやってんのか今。あ、チャンネル変えるのはダメだろこのタイミングで。ダメだよお前、奈々子が一生懸命今答え考えてんのに。なんだこいつ、空気読めねえな。あの、今日綺麗にあれだな、30分でセーブできるな。じゃあここで終わるか。綺麗にセーブできたし。今どんぐらいやってんだ？ 3 時間ぐらいかな。まあ、いっか。じゃあ、綺麗に終わっとこう。ありがとうございました。